岡県の服部知事は緊急事態宣言が20日に解除された場合でも飲食店などへの時短要請を継続する方針を明らかにしました。やはり一定の営業時間の短縮等の措置というものは必要になると考えておりまして、福岡県の服部知事は今朝、飲食店の協力で新規感染者数が減っていることに感謝した上で、宣言が20日に解除された場合でも飲食店への営業時間短縮要請を続ける方針を示しました。厚生労働省では今朝から福岡など緊急事態宣言などが出されている都道府県についての現状分析や評価が行われていて、これをもとに政府が解除を含めた今後の方針を決定します。服部知事は引き続き国と情報や意見の交換を行って解除後の具体的な対策を判断していきたいとしました。